ね、そこをワントップの決定力でなんとかしちゃえればまあいいですけど、そこまでも持っていけてないから、それがこれからちょっと研究されてきたら、今調子いいんですけど、マジェルか。どうなってくるかなっていうのは若干ありますが。あれっすよね、サイドの、後からこの間入ってきた、あれ、アマト。すげえボール出さないじゃないですか、あの選手。あの人以外結構シンプルに使ってくれるなって、あ、じゃあムーラだ。ムーラね。はい。アラベス戦のやつが、全然使ってくれないみたいなあるじゃないですか。なんか、ああいうのが、昔のマジョルカの時もっとあった気がするんですよね。なるでほども、普通にね。ダニー・ロドリゲス使ってくれたりとか、なんか、結構、もう、当たり前みたいに久保で勝とうみたいな風に思ってる人が多かったり、あとマフェオ結構でかいと思いますね、僕。いいっすね。右サイドバックね。はい、マフェオがちゃんとオーバーラップしてくれるから、久保が選択肢1個増えるんですよね。あれだよね、なんか彼は目立たないけど、サイドバックとしてやるべきことを本当にやってくれるよね。シティ育ち、シティとジローナとか、そういジうロあーれじナゃないですね、そうか、なんですよ。頭使うクラブ、頭使わせられ実るクは。ラブに。昔あれですよね、メッシのマンマーク担当させそうてもならっんですたよ。なっそのていう。話したかったですね。そう。ジローナ時代に、そう、まだね、こう無名だったんですけど、マフェオが当時赤くて。こう、メッシにマンマークしようって言って、確か当時監督マチンだったと思いますけど、メッシマンマークしようって言われて、それをもう徹底的にやって、もう試合後にはメッシから褒められるみたいな。よくここまでマークしたな、みたいな。いや、だから、メッシがあんなに裏抜けする試合見なかったっすね。あ、でもメッシもやっぱマンマークされると裏抜けするんだみたいな、なんか不思議な。あそこまででもつけないからね、普通に。アスレティックビルバオとかとバルサが試合した時も、コパの決勝だったかな、マンマークメッシにつけたけど、でもあそこまで、なんかべったりいけないっていうか、やっぱりどっかで他のイニエスタとかネイマールがいたら、ちょっと、分散瞬間的にはされるまあそうですよね。はずなんですけど、あの試合のなんか、ワンフェアに関しては徹底的に、本当にもう、マンマークしてたんで、で、その選手が今、久保の後ろにいる状況ではあるんで。いや、だってビジャレアルの時もペドラサ上がるの遅いなとか、右サイドの、マリオ・ガスパルとか、なんかマリオ・そガのスパ辺ルが、ね。いや、そこ幅取んないから、もう久保にサイドバックもサイドハーフもマークつけちゃうよみたいなのあったんで、それ考えると、ちゃんと幅取ってくれたりとか、1対1で仕掛けてる時に、横の選択肢を日本でいう酒井宏樹みたいに作ってくれると、まあ、全然違いますよね。カットインと2択あって、裏にもボール出せますから、久保からして。やっぱ一瞬でもあそこがオーバーナンバーになるだけで、久保からすると、なんだろう、多分見てると選択肢が2個、3個ぐらいになるみたいな感じであると思うんですけど、多分久保には瞬間的には4個、5個ぐらいになってるまあそうで感じすによなっね。てると思うんで、そこはやっぱ右サイドバック、確かにマフェオは、すごい、めちゃ久く保にちとっゃてで大かいきいな。でしょうね。ですね。もうなんかそういうのとか、基本的にこう度外視して点絡めてなかったりとかしたら言われちゃう世界じゃないですか。そうですね。なんかこういう解説とか、そう分析とか仕事してると、いや、ここいればこうできるなとか、そういう成功例とか過程見えてきますけど、そうじゃないともう結果で久保ダメだとか、失敗だとか言われちゃうんで、そう言われにくい、理不尽なことを言われない環境に身を置くっても大事だと思うんですよ。今回だからハマってる感じはしますね。そうですね。ただ、選手層の問題があるんで、もし例えばアペオとか、ダニ・ロドリゲスとかが怪我してきたら、ちょっと危ないかもなって一瞬思ったりはしますけど。そうですね。まあ、あとは、何が怪我したときに、再度誰使うかにもよりますけど、久保がトップ下できるのはちょっと楽しみですけどね、それで。その2言い列目方のポ悪ジくション聞こえたね、ら申し訳ないです。2列目のポジション、多分どこでもできるし、どこででも使っていく考えはね、ルイス・ガルシア監督にはもうあるみたいなんで、だから想像3つで回しながらやっていくのは、多分チームとしても、久保としてもポジティブかなっていうところではありますね。なんで、このフィジカル、てかこんなに、なんていうんですかね、こう、普通にもうメッシ感っていうか、どんどん、もともとアジリティあったのに、そこにちゃんと、なんですか、横の速さだけじゃなくて、縦の速さがついてきて、あと強度ね。そういうのついてくると、多分潰されるから急がなきゃとか、振り切れないから早くパス出さなきゃみたいなのがなくなって、どんどんまた発想にもいい影響出ると思うんで。確かにね、行くふりして止まってサイドチェンジとか出てきたもんね。ああ、そう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 。
確かにあの辺がこう、まあもともと久保ってすごい見れる選手だと思うんですけど、はい、そこのこの見るっていう、メッシとかもそうじゃないですか、タイミング的に抜くタイミングと止まるタイミングとパス出すタイミングのなんか見てるなんか角度の広さとかが多分他の選手とは違う、全然違う感じがするんで、はい、まあ久保もその領域に今入ってきたと信じたいし、これが良くなってことを願いたい。なんかあのチームのためにサボれるっていうか、あーこうボールが出てくるときには自分のマーカー絶対押さえるんですけど、出てこないときに右サイドちょっと戻り遅れてるように多分上から見ると見えるんですよ。なんですけど、そのそこにボールが出てこない状況なら高い位置で待った方がボールもらってカウンターの時にめちゃくちゃ有利になるじゃないですか。だけどその自分がマークしなきゃいけない右サイドの高い位置取る選手に対してパスコースが空いたり相手が視野の中に入れたなと思ったらあのスピードで戻ってきて、もうサボってませんでしたみたい なんかサボってませんでした現象を作る、はい、それがうまい。デンベレとかもやるんですけどデンベレどっちかというと目測謝るんですけど、ちょっとそれ失敗すると、ああサボってたんだって分かっちゃう。そうなんです、そうなんです結構久保は今後あのフィジカル的にしんどい時期とかコンディション悪い時期とかで、僕は唯一久保が、まあ、あの批判されるポイントで言ったらプレスバックのスピード強度だと思って、なんでそういったところが、まあ、まあ僕らは出ない使い方しますけど、トップ下とか置いて、ただ出やすいサイドっていうポジションに置かれると特にボールをあの相手が持ちまくる展開になった時に、まあ、厳しいっていうか、そこでまた評価がね、あの1試合で評価されるあのなんか段階でプレイしてますから、レベルでプレイしてますから、まあ、そこで進化を発揮してほしいなと思いますね。なるほどね、はい。まあ、ちょっと久保についてはまだまだ喋りたいんですけど、そうですね、他もありました、ね、そう他もあるんで、ちょっと、はい、久保はとりあえずこの辺にして、まあ、序盤戦なんでね、はい、まだ始まったばかりですから、はい、なので、まあ、ちょっとレアル・マドリーの話をしたいなと思いますが、はい、これどうしようかな、エンバペ、これどうなってんだろうな、これ取ってる段階でまだ決まってないんですけど、うん、なんで、まあ、エンバペが加入したらどうなるかって話か、それともここ3試合ぐらいのマドリーを、まあ、選手のインサイドハーフ含めて、うん、まあ、話すか、まあ、ごちゃ混ぜでいった方がいいかな、今のマドリーと話しつつ、まあ、エンバペ来たらこうなりそうみたいな、うんうん、話